にちは。ただいまご紹介に預かりました宇都宮市議会議員の若林めぐみでございます。こちら鹿沼の出身です。本日鹿沼高校のクラスメートだった鹿沼市議会議員選挙候補者の佐藤誠さんの応援に駆けつけました。皆様の力強い後押しでまた佐藤誠さんを再び鹿沼市政の場に送っていただきたいと思います。今日は佐藤さんのために力強くふるさと鹿沼のそして候補者佐藤さんへの思いというのを語らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私は先の4月の宇都宮市議会議員選挙で初めて当選させていただきました。宇都宮市ではつい先日皆様も新聞などでご覧になられたことと思います。次世代型路面電車 LRT が開業いたしました。地元宇都宮市民の新しい足としてそして観光の目玉としてこれからの宇都宮の未来を乗せて走っていくそんな乗り物ができたばかり大変宇都宮東口を中心に湧いております。その宇都宮そしてこの鹿沼先ほど佐藤さんのお話にもありました切っても切れない関係です。この鹿沼から宇都宮に大変多くの方が働きにそして遊びに来てくれています。私も鹿沼の出身で子どもの頃からこの鹿沼の地で思いっきりのびのびと遊びそして時に都会である宇都宮へ出かけていくのが本当に楽しみでございました。生活の中で鹿沼の皆さんにとっては、宇都宮というのは行っても切り離せないそんな土地だと思います。その宇都宮の街をよりダイナミックに明るくたくましいものにしていくその役目を担わせていただきこれから宇都宮市議会議員としてこの鹿沼の皆さんのためにもしっかりと働かせていただきたいその思いをこの佐藤候補とともに共有しそして力強く進めていくために本日この場に駆けつけた次第です。佐藤さんの政策提言集公約皆さんもご覧になっていただけましたでしょうか。大変時代を見据えた素晴らしいものを提案しております。まずスタバ図書館私も本を愛する者の一人としてぜひ全力で応援したいと思っております。図書館の存在意義というのはここ数年大きく変わってきています。本を貸し出す場所、借りる場所から地域の拠点施設としてまたすごく新鮮な気持ちを味わえる憩いの場として、そんな役目を果たすような施設になってまいりました。スターバックスと図書館が一体となったこの施設全国的に増えてきています。そしてそのスタバ図書館ができた地域というのは漏れなく活性化し大変多くの人気を得ています。そんな新しい施設地域拠点というのをぜひ皆さん一緒に作っていきませんか。そしてスーパー銭湯でしたっけ、はい、ね、サウナスーパー銭湯サウナこれも人気ですね、はい、メディアでも本当に連日取り上げられていますけれども、はい、そうした憩いの場というのを増やしていきたい。さらにスポーツにも力を入れていきます。スポーツ大谷翔平選手の、ね、活躍なんか皆さん連日楽しみにしていることと思います。今バスケのワールドカップも大変盛り上がっておりますけれども、BMX であったりスケートボード、それからそのバスケットボールなんかもそうですね。そうしたアーバンスポーツ新しいスポーツが楽しめる施設というのも佐藤さんは作っていきたいと考えています。スポーツ交流施設というのは、若者の、活躍の活動のエリアとしても大きく発展性というのを持っておりますし何より健全な、スポーツ育成街の発展にもつながっていくそうした大きな目玉となるような施設になります。時代を見据えた新しい提案をしていけるそれがこの佐藤誠候補です。性格上私もあの高校の時から知っておりますのでちょっと突っ走ってしまう一面勢いに任せて動き出してしまう面というのが、ございましてちょっとね時に心配しながらその活動というのを見守ってまいりました。これまで彼は主に一人で活動する一匹狼として活動してまいりました。お疲れ様です。
ありがとうございます。宇都宮市議会議員の若林めぐみ、今日は佐藤候補の応援に駆けつけております。栃木テレビで長くアナウンサーを務めてまいりました。そんな佐藤さん、今回4期目の挑戦ということになります。その4期目の挑戦を前に、今回は自由民主党の議員の一員として初めての選挙戦に臨んでおります。ここに至るまで多くの葛藤、思いなどもあったと思います。ただ政治というのは一人ではできないものなんです。多くの仲間がいて実現できるものなんです。多くの仲間がいて思いを叶えられる、市民の皆さんの声を届けていけるものなんです。それを一番形にしていける、皆さんの夢を理想を実現していけるのが自由民主党です。今回の選挙戦ありがとうございます。初めて佐藤さんは自由民主党のメンバーとして縦横の連携をしっかりと生かして活動しております。ぜひこれまでの佐藤さんとは違うニュー佐藤誠にぜひご期待いただければと思います。これまでは自民党じゃないからなかなか一票を投じることができなかったんだよという方もいらっしゃるかもしれません。ですがこれまでの一匹狼の強さに加えて、今度は組織、仲間の力も、一緒に皆さんの思いというの、ありがとうございます。佐藤誠よろしくお願いいたします。仲間の力も一緒に夢を、皆さんの思いを形にできる立場になりました。ぜひ新しい佐藤誠にまた皆さんの尊い一票を投じていただければと思います。私も宇都宮市議会議員の一人として、また同級生として佐藤誠さんの存在というのがこれからの鹿沼にも欠かせないと思っております。ぜひ皆さんお力をお貸しください。皆さんの力強い後押しで市政にまた送っていただければと思います。佐藤誠どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。新しい、ね、若者の皆さんのための施策というのもどんどん提案してまいります。そして何より新駅構想、はい、宇都宮 LRT のお話させていただいておりますけれども、彼は新しい駅をどんどん JR 日光線に作っていこう、はい、もっともっと宇都宮はもちろん全国に行けるよう、そして来ていただけるような、そんなスムーズな交通網の構築というのを考えております。それを実現するためには縦横の連携がしっかりと取れております。自由民主党しかできません。自民党だから実現が可能になっていくんです。ぜひ皆さん一緒に新しい鹿沼を作っていきませんか。そのためにぜひ佐藤誠候補にお力をお貸しいただければと思います。現在期日前投票を行われています。ぜひ皆さんまだ投票に行かれていないという方は、佐藤誠と書いていただければ幸いです。そしてお仲間の皆さん、お近くの皆さんにもお声かけください。彼はこれまでの鹿沼にもお役に立てていたと思いますが、これからの方がもっともっと力を発揮できると思います。これからさらにこれまでの経験を生かして皆様のために仕事ができる人間になっていくと思います。50代、私たち今49なので、50代、これからいよいよ政治家として力を発揮できる年齢になってまいります。そのためにもぜひ4期目の挑戦を現在行っております佐藤誠候補に大きなお力をお貸しいただければと思います。鹿沼と宇都宮の連携なくしてありがとうございます。栃木の発展はございません。ぜひ鹿沼とそして宇都宮の明るい未来のためにも佐藤誠候補を再び鹿沼市政へと送っていただければと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ただいまの、応援演説賜りましたのは元栃木テレビアナウンサーの若林めぐみ、宇都宮市議会議員でありました、私と高校の同級生であります。本当に初めて、こういった応援演説賜りまして、本当にこう恥ずかしい気持ちもある一方で、本当に感激いっぱいでありますし、本当に勇気をつけられました。やっぱり宇都宮と鹿沼は本当に連携をしていって栃木県全体をリードしていくぐらいの気持ちで、私も鹿沼のまずは市議会議員この4期目の当選
果たさせていただきまして、宇都宮鹿沼、新しい公共交通網 LRT の宇都宮西西部の延伸、大谷までの延伸、そして大谷からも鹿沼まで伸ばしてくださいと、そういった地域の公共交通網、これを宇都宮駅を中心とした西側で宇都宮、日光や鹿沼、三部連携をして構築をしていく、そのためにもありがとうございます。ありがとうございます。どうか佐藤誠にありがとうございます。ありがとうございます。また4期目の活動ありがとう、気をつけてね。4期目の活動させていただきたい、いただきたく、どうか皆様の一票佐藤誠に託していただきますことをお願い申し上げまして、この場をお借りしましてのお訴えとさせていただきました。ご声援ご清聴誠にありがとうございました。また若林めぐみさん、ありがとうございました。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 